どうもー影やんです。今日はですね、えー、流行っているラーメン屋に行ってということについてお話ししたいと思います。えっ、ーえー、とねあの体重を測ったんで1週間に1回水曜日の朝に体重を測るんですけども、えー、そのね測る1週間の動きとして結構ね しっかり体重が落ちるようなこう動きをしたつもりだったんですけども体重が落ちてなくてですねちょっとねええ水曜日の朝ちょっとイライラえーした気持ちになりましたまあその辺はもう自分のことなんでねえ仕方ないともうちょっと原因ちょっと考えてねあの取り組んでいきたいかなと思っております仕方ないですねうんということでえ流行ってるラーメン屋さんに行って ということなんですけど、えー、僕の同級生がやっているというか、まあ、働いているお店ラーメン屋さんにですね、えー、先日ちょっと前ですけども、えー、行かせていただいてですねで、えー、食べてたらですね、あのー、お客さんがねどん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 入ってくるんですね。ほんで結構今こういう時期なんでその外食をみんなねちょっと控える時期やと思うんですけども、えー、全然お客さんのその流れが止まらないぐらい来る。 っていうことでこう流行ってるなあと思ってさすがやなあと思ってこう同級生を思ってたんですけどもそのなぜ流行ってるのかなってちょっと考えたんですね僕もその、えー、商売をしてるんでですねなぜ流行ってるのかっていうのをちょっと考えてみたんですけどまずね、えー、ラーメンの美味しさですねこれはもう必須というかそのサービスのクオリティですね。えー、これはまあ 確実にいるだろうとでこれがねほんで結構特徴があるとその普通のラーメン屋のラーメンよりもちょっと上品な感じの、えー、ラーメン屋さんでほんで味はもちろん美味しいし、えー、値段はねちょっとねだからラーメンにしては高めなんですね。僕もそのの台湾ぜそばのちょっと あのデラックス版だったんですけども1180円するんですねでラーメンで1000円超えるでそれもこう躊躇なく僕の中で払える気持ちになるっていうのはね、えー、まあラーメンのクオリティラーメンの美味しさがこうあるということですねでこれがまず第1点ですねまずこれは絶対にないといけないことなんですけどもそのサービスのクオリティですねこれがこういいということです それとと、えー、思ったことはちょううどいいい感じななんやろろというところがありますそれは、えー、店内の広さ、えー、とかですねそのメニューの量とかですね、えー、そういうものですねそういうものがこうちょうどいいとほんで、えー、清潔感があってまあ接客も良くてということとその分かりやすいというかその食券で買うところとかねその辺はまあまあ業さんあるんですけどもそのなんかねその ががちょううううどいいというかえそういとかそ感じししましたでメニューもだからたくさん中から選ぶとこう迷ったりするんですけども、えー、メインにこう大きいのが4つぐらいあるんですねラーメンとかそのまぜそばとかの種類がね。いや前ラーメン食べたし今回まぜそば食べようとかそういうちょっとね次また来ようと思わせてくれるようなこうメニューの量。 なんで,す、ね、でこのメニューの量がこうちょうどいいのがこういいかなと全く少ないのもあれでまあ最近は少ないの少ないかなと思うんですけどあんまり量が多すぎてもですねどれしたらいいか全くわからないんですけどもそこはもう特徴があってと普通その,そのラーメン屋独特の,そのラーメンと味噌と混ぜそばと台湾混ぜそばみたいな、ね、辛いやつとっていうそういう,こうシンプルに4つ。 4つにこう分かれてあとサイドメニューもね、えー、ちょこちょこあるんですけどもそれもこうシンプルにねこう皆さんがこう好きな食べたくなるような、えー、サイドメニューがちょっと置いているというところでですねこうすっきりしてるんでね、えー、その辺がこうすごくこう流行る、えー、要因かなというふうに思いますだからメニューのその量とかね、えー、そういうことですね店の大きさ もう,もうちょうどいいぐらいですねだからあんま広すぎてもね、えー、前になる感じになりにくいんでしょうけどちょうどいいんでしょうねと思いましたそれとですね、えー、そうなってくるとそういうサービスがこう提供できる状態になると場所は関係ないということがこう言えるんだなと思いますでそのお店はですね駅から近いわけでもなくその店がこういろんなこう並んでるようなね、あのー、お客さんが 集まるような場所にあるわけではないんですね。どっちかというと、えー、まあ、店ももちろんちょ,ちょろちょろっとありますけど、会社があるようなとことか。まあ、普通にこう住宅があるような場所にこうラーメン屋があるということですね。だから、そのやっぱりこう。そういうのをこう見てですね。僕もこう。 えーまあ、立地がいいとかそういうことでやってないんでねその駐車場もちょっと離れたりしてますんでそのあまりいい条件ではこうやってないんですけども、えー、ああいうお店でこう流行ってんのをこう見るとですねやっぱ場所は関係ないんやなとあとメニューの量をもうちょっと増やした方がいいからもうちょっとこう選べる僕の場合ちょっとシンプルになりすぎてるんでもうちょっと増やしてもいいかなっていうのを思ったんとですやっぱクオリティね その施術の,その技術をやっぱりどんどん高めていくっていうこと施術、まあ、接客いろんなことをこう高めていくのがずっとやめないでずっと続けていく磨き上げていくっていう必要があるなということを感じて、うんあのー、非常にねこう刺激になったと同時にですねやっぱ嬉しい気持ちになりますねそういうお店が流行ってると値段は関係ないというところとかそういうのがこうすごくこう嬉しく思いました。 ということで今日は流行っているラーメン屋に行ってということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます